体温計が42までしか測れない理由を教えるね。コロナ禍では何かとお世話になった人多いよね。私も会社で毎日のように測らされていたわ。人間は高温動物で体温を一定に保つことができるんだ。体温が高くなると私たちの体が病原体やウイルスと戦っている証拠なんだよ。だから高熱が出ると何かしらの異常が起きていることがわかるんだ。でも体温計は42を超えるとエラーが表示されてしまうんだ。それはなぜかっていうと、42以上の高温になると私たちの意識が朦朧として物事を正しく判断できなくなっちゃうんだよ。それだけじゃなく、長い間高温が続くと体内の大切なタンパク質が凝固してしまうこともあるんだ。それはとっても危険な状態で、最悪の場合は命に関わることもあるんだよ。だから体温計は42が上限なんだ。42以上になると生命を維持するのがとても困難になるんだね。でも注意してほしいのは、高熱が出たからといって自分で無理に体温を下げるのは良くないんだよ。高熱は体が病原体と戦っている兆候でもあるから、体が自然な方法で病気と戦っているんだよ。もし高熱が42を超えたり長く続くようなら、早めに病院で医師に診てもらうのが大切なんだ。医師が適切な処置をしてくれるから安心してね。体温は健康状態を知るための大切なサインなんだけど、42を超えると体温計は限界なんだよ。みんなが健康で安全に過ごせるように、自分の体の変化に気をつけて適切な対処ができるようにしましょうね。